はいどうもおはようございます、海の奴隷ゆきです。お風強い本日は静岡の清水に来ております。じゃあ早速行きましょう。いただけたらどう思います、はい、まあ、いつも通りね、いつも楽しそうにやってくれてるんで、その調子でやってくれればバッチリだと思います。はい、いいよ、ダレお願いしま す。おはようございます。小麦の奴隷市民店店長のひろきと申します。今日は風強い中ありがとうございます。10時になってオープンいたしますので、ぜひ楽しんでてください。じゃあお願いします。はい、一番目にお並びいただいたお客様でありがとうございます。本部の代表のありがとうございます。もう何かに知って聞いていただいたんですか。はい、でもポリエモンの知ってて、はいはい、そうなんです。あ、そうなんです。意外と、ツイッター使ってる。清水でこれからもツイッターいろいろ発信していきますので、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。クロワッサンって偉そうだよね、一人だけさん付けでさ、確かに実はクロワッサンって意味は三日月のこと。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日は、オープンですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと自己紹介を、パンピー社長、オーナーさんですね。オーナーのパンピーです。ありがとうございます。はい、次、女性の。マリアです。よろしくお願いします。奥様ですね。奥さんです。はい、で店長のひろきです。はい、お願いします。3人合わせて、清水店です。イエーイ。練習します。じゃあ、パンピーさんからは、何かありますか。はい、そうですね、まあ、何か用事はないんだけど、とりあえず小麦の奴隷行ってみようかなみたいな感じの方がたくさん増えてくれるといいかなと思います。あとは来た人が来る前より笑顔になって帰ってくれるお店を目指してます。最高ですね。ありますか。皆さんのあれに賛同ですね。賛同、はい、です。以下同文、以下同文、以下同文出てこなかった。それが言いたかった。じゃあちょっと今後も清水店楽しみにしててください。じゃあ最後行きましょう。行きましょう。We are the day!